予定通りだ。大変です。予定通り。予定通りだ。運転手さんが道込んでるのを言い訳に30分も遅刻してきました。予定通りです。大変です。もう33分遅刻です。大体、大体予定通りです。はい、じゃあ行きます。あ、動画だ。はい、予定通りに今9時23分で。予定通りじゃない。ジャパンでお買い物しまして、今から行きますよ。8時50分に今日はですね、一応晴れの予定なんですけれども、何回も言うけど、この人が見えるかな、夕日が見えるかなっていう感じですね。じゃあ頑張って行きましょう。今から行きますよ。9時23分で行きます。じゃあね、バイバイ。安全運転で行きます。 お風呂楽しみに。はい、ゆらかわパーキングエリア。あ、今のがゆらかわパーキングエリアに来ました。トイレ休憩です。なんもないわ。あ、本当は何もない。え、あ、何、暑いのは運転が始めますね。そうなんだ。ここで見てみたい。雲海っていうのがいっぱい。あ、行くで。いや、めちゃめちゃ暑い、この平川パーキングエリア。やばいね。暑っ。今年は暑いんじゃないか。でも雲が多いから今日は夕日が見れるかなっていう感じだな。さあ行こう。はい、ただいま11時27分。京丹後大宮を降りまして、今から一般道に向かいます。遅刻してない。遅刻してない。別にでも遅刻はしてないから京丹後撮っとけば、写真撮っとけば。よいしょ。あ、もう撮っちゃった。はい、12時3分です。まもなく、いつものローソンに到着。やばいね。到着しますよ。じゃあもうお昼ご飯が終わる時間、およそ300メートル。よかったね。ちょっと、あ、でもスイカとか売ってるんじゃない。スイカ、メロン。1分の1ぐらいにカットしたやつ。砂丘メロンだって、ここのは。でもこちらが買うのはことびきメロンです。ことびきメロンも砂丘メロンだ。違う、明日買うんです。はい、間もなく着きますよ。いつものロース、あ、そうや、20円引きのあれがあるんやった。130。あ、待ってから忘れた。お財布変えちゃったから。135.7キロ走って、リッター21キロです。すごい、すごい。そこでお茶買おうって言ってた。知らんがな。はい、じゃあ今からロースに行きます。はい、決めてください。いつものローソンです。めちゃめちゃ暑いな。やば、めっちゃ暑いよ今日。やばいやばい、本当にやばい。今からお昼ご飯買います。はい、お昼ご飯買いました。ただいま35度表示されてます。これ先週から避けるバターフレーキ。フレーキ先週からちょっと気になって急フレーキは、うん、お考えください。お気をつけください。間違ってる。お気をつけください。お考えください。最近歯のおこま。はい、食べます。これも言ってよ。なんだよ。植物繊維が取れる枝の取れるんだって。よかったね。はい、おめでとう。はい、文字お昼ご飯食べました。今から旅館に向かいます。僕なら今頃もう着替えて。でもあんまり遅れてない。それの
ね、結局塗らないといけないし。パトラッシュに文句言わないでもらっていいですか。もうすぐ着きますよ、皆さん。忘れてたわ。パトラッシュ、はい、今日はお宿はですね、いつも一緒です。聞いてない？あっちで着替えるか先聞くわ。